さんです。うざっす。はい、キャッツライブです。よろしくお願いします。うざっす。ビタウマシードリンクってこのオーロラミッション偽物みたいなの売ってたんで、これ飲んでみようかなと思って。何それ。ビタウマシードリンク、ビタウマシーシュワッと爽快ビタウマドリンク、うん、エネルギー 96%、タンパク質ゼロ。いやもうそのそんな何一個一個読んでどうするのそれを。そこ飲んでみようかなと思って。はい、ありがとう。いや俺も飲むやん。さっき俺やん。あ、美味しくないわ。いや美味しくないそれ。俺が飲もうと瞬間に美味しくないわ。美味しくないってそれマジで。飲んでみ。美味しくないよ。オロナミン C に比べたら全然美味しくないよ。それはオロナミン C に比べたら美味しくない。うん、別にまずくない。美味しくないよって別に。うまい？うん、美味しくなってきたんちゃう。ちょっと美味しくなってきたな。うん、どう？ちょっとまずなってきた。逆に？ちょっとあんま美味しなくなってきた。こういうの結構ありますよね、こう偽物みたいなやつ。うん、美味しいけど。いやまあオロナミン C に比べたらもほら。まあ、うん、オロナミン C にカルピス入れたらめっちゃうまいらしいよ。別にそうなの。うん、カルピスに牛乳入れても美味しいらしいな。ああ、それ聞いたことある。元気やろ。元気は牛乳で洗ったやつやろ。そうカルピスの可能性すごい。そうやね、カルピスの可能性すごくて、うん、なんかビールに入れたりして、うん、ビルピスみたいなあるやん。そんなんあるん。でなんか普通にバーとかでビルピスとか出るもん。いや、バーにあったかどうか。いやいや多分それ普通に大学生の時 の、 あの飲み会とかでやってただけ。俺バーちゃう、居酒屋。バーにやったかどうか。居酒屋や。うん、いや居酒屋でもない。もう多分あの家宅飲みのやつ。宅飲みでビール苦手な子がちょっとカルピス入れてちょっとビルピスみたいな感じで飲んでたみたいなのがあったよ。うん、それただ自分たちのオリジナルのカクテルね。いやでもあるんちゃう。なんかビルピス、ビルピスみたいな。だってなんでもありそうじゃない、そんな。まあ確かに、やったことある人はいそうやね。うん、いっぱいあるんだよ多分そんな。ビルピス、うん、ビルピスのピス。ビルピスって調べても出てこないけどね。ビルピスのピス。ビール、なんで何も言わへんの。ビルピスのピスって言ってんの。いやいや、調べてんね今ビルピスがあるか。何ビルピスのピスで俺を笑わせようとすんのも弱いね。それはそれ弱いやん。そのネタ弱いやつで反応せんかったら怒んのやめてやん。ピスのピスして。いや、ピスのピスってなんなの。はい、カルピスのビール割りっていうのは、まあ、2014年頃にあるっての書いてあるね。うん、やっぱりほらやっぱりあったんやね。ビールピス、ビールピスのピス。いやだからそのピスンピスンで押そうとするのやばい。弱いって。弱いとか言われた。弱いやん。だって弱いやん。それは弱いやん。デカビタみたいな俺のミシみたいなの飲んだのに元気出えへん。どうやったら元気出る。どうやったら元気出ると思う。いや、なんか何分からへんか聞いてるけどな。お前が辛そうな表情してたら元気出てくる、うん、めっちゃ嫌なやつやん。いやほんま距離を置きたいよ、そういうやつ。めっちゃ嫌なやつやん。やめろよ。なんでやねんお前これ。言うたやろ。じゃあそういうその物理的な話じゃないやと。精神的な話だね。物理的に距離離すのもう無理や。今ここで撮ってるじゃん。精神的に距離離したいなって話をしてるわけよ。何も言わんねん。年なポケット年な。いやまあやっぱオロナミン C 美味しいですよ。元気はつらつ言うてね、僕結構好きなんですけど。確かにな、うん、まあ、ピタウマ C もそこそこうまかったよ。なんかミンナミン C ってやつも売ってるし、偽物は結構売ってるよ。え、そう。うん、なんかいろいろ見たことある。オロナミン C の偽物みたいなやつはよう見たことある。オロナミン C みたいなやつ。それはええそう、オロナミン C みたいな偽物のやつや。オロナミン CC こう、何その何その逆に映ってるかどうこうみたいな話をしてるわけ。そう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 あっち側サイドから見たらこれは C なのか、それともこっちが C なのか。そっちが C ちゃう。じゃあこれはこっちが O、 それともこっちが O。 いや O は一緒や。 O は一緒。 O は一緒。もうせめてこうや。せめてこうや。それ卵。いや卵ってないの。卵ってないの。卵やって言うね。卵ろや。卵ろって誰。ラーメン屋。あ、そうなの。あ、知ってるわ。知ってる。あれ美味しい。うん、まあ別になんかあんまり記憶にない。それはもう美味しくないな。いやだいぶ昔に食べたからあんま記憶にない。そら、おい、まあラーメン屋、まあそこそこ美味しい。知らんけど。まあチェーンってなんかあるからな。そこそこ美味しいよな。なんかあるから、そこそこ美味しいやろ。何あれは、醤油系なの。あれは魚介と、魚介
魚介か魚介豚骨豚骨かなんかなあんまほんまに覚えてないいやマジ印象ないんや魚介やったまあ魚介好きな人多いもんね最近せやなでもラーメンそうやな、うん、今魚介豚骨とかがブームやもんな、うん、鶏白湯とかうんそうやねなんかよなあよっさん昔ラーメン屋したいとか言ってなかった言ってた言ってた何だっけあのどこのラーメン徳島ラーメン徳島ラーメン作ったよ自分で骨からあうまいよなでもうまいうまい自分で作っても結構美味しいのできたよそううん豚骨買ってきて作ったもんえなんでじゃあラーメン屋せへんかったのそこで配ってよかったいや配るのはラーメン屋じゃないやんただの炊き出しやんいやしたらよかったせんやん別にだって自分で食べたやん全部いやもう自分と何人かで食ったよなんでその何人かの中に俺おらんかったいやお前その時俺大阪おらんかったから無理やんいや届けたらええやんいや腐るやん腐るやんいや違うやんなんか別になんかなんでわざわざ自分で作った料理届けるの彼女でもせんやんいやいやなんかパックに入れてさいやせんはわざわざそんなあの何あの何なんか30ぐらいにパチパチってするやついやジップロックジップロックの30ぐらいのやつあるやん、うんうん、あれで冷凍するやん、うんで、別に郵送できるやんクール宅急便でクール宅急便でいやいや、なんでそのとわざわざ食わせなきゃそこまでして金無駄やなんやねん、一体この、返して不満でこれもうずっと毎回踏むんやけど不満でって言ってるやん、これうっさいな、大事ちょ、ほんま触んな、マジでちょ、ほんまこれ大事うっさいわやめろよ、お前これ1個2000円も済んでんぞ黙れそんな、なんでもいいんだそんな2000円もクソも3000円も4000円も5万ぐらいしたら言えさすがにパソコンぐらいしかないなまあ、5万レベルな5万レベルなさすがにまあまあええわそうやなまああのオラミシン偽物みたいな結構売ってますけどやっぱ結局オラミシン本体がうまいということでオラミシン皆さん買ってくださいではまたこれなあだしたいや別にオラミシンを買ってもらわんでもいいじゃん別にこれいいじゃんオラミシンがオラミシンが美味しいんでオラミシン買ってくださいいいじゃんお前の個人的な意見やんそれ完全に本当のお話あだした美味しいこの中気に入ってくださった方はぜひグッドボタンチャンネル登録お願いしますこのチャンネルではツイッターも配信しておりますぜひオラミシンも買ってくださいありがとうございますまあ俺の飯やったらええわ。